ジョニー・サンダースは、アメリカ合衆国出身のミュージシャン、シンガーソングライター、ロックンローラー、パンクロックに、多大なる影響を与えた、ニューヨークアンダーグラウンドロックアーティストの一人、ニューヨークドールズを経て、自ら率いる、ハートブレイカーズなどで活動した。ソロ時代初期1971年、デビッド・ヨハンセンとと共にニューヨークドールズを結成。ジョニーは、リードギターを務めた。 1972年には、激しいライブや中性的なファッションが注目を集め、ルーリード、ミック・ジャガーやデビット・ボーイからも絶賛される。1973年、デビューアルバム、ニューヨークドールズ発表。プロデューサーは、トット・ラングレン。1974年、2作目の悪徳のジャングル発表。後期ニューヨークドールズのマネージャーは、後にセックスピストルズをデビューさせた。 マルコム・マクラーレンであった。1975年夏、日本公演後にジョニーとジェリー・ノーランは、ニューヨーク・ドールズを脱退。この時ピストルズ結成を準備していたマクラーレンから、ロンドンに来るよう誘われたが、断っている。ジョニーとジェリーは、元テレビジョンのリチャード・ヘルや、ウォルタールと共に、ジョニー・サンダースザ・ハート・ブレイカーズを結成。ここでジョニーは、リード・ボーカルも兼任する。 まもなく、リチャードが脱退し、ビリー・ラスを公認に迎える。バンドは、ロンドンに渡り、1977年に、唯一のオリジナルアルバム、LAM、回を発表。セックスピストルズと連れ立って、ツアーも行っている。1980年代ハートブレイカーズ解散後、ジョニーは、ロンドンに泊まり、1978年にソロデビュー作、ソーアローンを発表。 元セックスピストルズのスティーブ・ジョーンズとポール・クック、シンディ・ジーのフィル・ライノット、元スモール・フェイセス、ハンブル・パイのスティーブ・マリオット、プリテンダーズのクリッシー・ハインド、オンリー・ワンズのピーター・ペレット等、豪華ゲストが大挙参加した。1985年に初来日公演を行う。1986年に再来日公演を行う。1988年に3回目の日本公演を、 行う。1991年4月の来日公演後、4月23日、ニューオーリンズのホテルで死亡。死因は、オーバードーズとも言われてるが、真相は謎に包まれている。38歳、2015年、生涯を追った、ドキュメンタリー映画、ルッキングフォー、ジョニー・ジョニー・サンダースの奇跡が、日本公開、ザ・キンクスのコンセプトアルバムである。 ビレッジグリーンプリザベーションソサイティに出てくるバイク乗りが由来と言われるニューヨークドールズ時代から主にギブソン・レス・ポール・ジュニアダブル・カッタウェイを使用オベーションやモーリスのエレアコギブソン・レス・ポール・スペシャルなども使用していたジョニーを崇拝するロックミュージシャンは実に多い元ザ・スミスのモリッシーは無名時代にザ・ニューヨークドールズという小冊子を自費出版したほどのマニアである ソーアローン収録のバラード You can't put your arms around a memory はマイケル・モンローやガンズ・アンド・ローゼズにカバーされた。日本でも人気が高くジギーのホットリップスや RC サクセションのカバーズ、エビの憎まれっ子よにはばかるでゲストプレイヤーとして招かれた。ありがとうございます。